もしもし、はい、踊ってますよ。今日は昨日のサプライズからデイ2なんですけど、さっきお家出発して、で今社長空港に行きました。私はどこにいるかまだ分かんない。一応予想は昨日言ったみたいに、ソウルか釜山か海外。でもどっちが一番近いですか？でも聞いた感じだと多分ソウルなのかなって感じ。で、はい、海外期待したけど、おい、あの液体持ってけるって言ってたから、多分国内旅行かなって感じで。じゃあ今回のゆか誕生日の場所は釜山です。真珠？うん、嘘。何止まんの？好きだから。じゃあ今回のゆかの誕生日は釜山でした。釜山よかった。釜山は旅行って感じするやろ。そうそうそう、だからしかもめっちゃ久しぶりなのね、あのすんちゃんって行くの。まあいろんなを用意したんですから、一応行ってみましょうな。何じゃあ一応ティケット取りに行きましょう。オッケー、行けた。はい、行きましょう。あ、めっちゃ通ってた。誕生日ですから、ここ免税店じゃないんですか。一応欲しいの1個なんでも1個だけね、金額はまあ大丈夫と思いますから、1個だけ誕生日プレゼント一応選んでください。なかったら、あのなし、ここだけだよ。時間は20分。できますか？はい、はい、ゆかちゃんは何を買うかな。あ、ランコムだ、ランコムだ。危ない。あ、マックマックも危ない。どっちに会えるんだろう、この子。なんかぼぼりあったやん、ここ。ほんまや。口のものあんまりないね。よかったね。マックです。人多いな。ゆかちゃんが好きのあのベダで。今チェックインして、で、ね、マックで欲しいあのクッションファンデがあったので、それ買いました。まあ、すんちゃんが買ってくれた。今飛行機待ってて、飛行機乗って釜山に行ってくると思います。釜山から実習国語フィナンシがボルシーバラピナ。釜山ピナ最初だね。そうだけどね、撮ってる。今空港ですね。空港でほぼ1時間ぐらいデートしてるんです。なんかドキュメンタリーも見たし、落ち着いてこうドキュメンタリーみたい。こうあんまり外行きたくない感じ。釜山来たのに、釜山来たのに、まあここでもいいかって感じ。ちょっと狭いんですね、釜山の空港。そうそう、まあ、なんかいいし、話聞かないコーヒーショップ店員さんもいるけど。まあいいと思う。まあまあ今回 の, あの、まあ、ゆっくりいろんななんかあるけど、行かなくてもいいし行ってもいいし、いろんなのがあるんですね。ここで今のコンディションと床の調子を見て選ぶだけですから、うん、まあゆっくりしていただこうかな、いただこうかなって感じです。はい、分かりました、ありがとう。あとまあ好きか好きじゃないか分かんないけど、うん、好きじゃなくてもね、うん、楽しんでくださいね。聞いてる？よしよし、ありがとう。はい。
愛してる、さらに、ね、Thank you。 また Thank you やろ。やめなさいよ。 Thank you。 ここは金平空港の国内線のカフェブネです。私はね、どこに行くかわかんないからね、すんちゃんがモキモキしてるのを今見てるの、全然教えてくれないんだけど、でもすごい喋りたいみたいで待ってます。今私は昨日さ、すんちゃんさ、あのストーリー載せたじゃん、誕生日ハッピーバースデーというやつ載せたじゃん。だからみんな勘違いして、もう昨日か今日が誕生日ってみんな思ってて、結構メッセージくるの。私の誕生日8月20日です皆さん。でもなんだろう、早めにメッセージくれた方も本当にありがとうございました。この動画がいつアップになるかなわかんないけど、うん、本当にみんなありがとうございます。それではプサンの Vlog もお楽しみください。一緒に行こうね。バイバーイ。釜山旅行来た時に、じゃん、ここに行ったんです。ロッテモールの屋上ね。なんだっけ、めっちゃ大きいね。そう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 、めっちゃ大きい。じゃあもう田舎もんだね。うん、田舎もんだよ。散策してこようと思います。なんかホテル近いと思うから。マジ？そう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 、やりました。ここは南浦洞の、南浦洞にあるロッテマートっていう大きい百貨店の、一番上屋上にあるなんかガーデンみたいなとこなんだけど、景色がすごい綺麗で、でなんかね、他のあのなんだっけ、南浦洞にあるタワーみたいなやつ、それは有料なんだけど、ここは無料だから結構ね、ここおすすめスポットです。夜景も綺麗。あとあれと思うか、うん、謎クルーフワテ。おお、じゃあ行ってみましょうか、はい、あの私たちが前に、うん、ここにねデートしに来た時に、はい、なんか柱があったんだけど、その柱にステージ書いたのね。それが今残ってるか、 3,4 年前なんだけど、それが残ってるか見に行こうと思います。はい。진짜대박우와대박오2014년이야봐봐4년5년전나4년전와어대박기쁘다어대박오2014년근데애고났구나올해애고났다 You can love ya. We will back First time 부산 You can love me.와대박이다진짜たくさん思い出作ろうね、タコスマン。すごい。おわあすごい。わあ。わあ、超きれいだ。確かに。あれな。
ここがホテルです。南歩道のとこにあります。なんか顔なしがいる、怖い。鼻毛切ってきた。はい、ここは伊藩でーす。はーい。見ててください。すごい。うわ、めっちゃいいじゃん。橋が見える。ホテルツアー。さっきすんちゃんが来てくれた。ニューバランスね。日本車は知って